こんにちは、即課塾の小保部です今日は9月27日安倍元総理の国葬の日でございますで多くの方は「仕事なんで国葬なんで関係ねえよ」国葬に出れねえよ」って言って言ってると思うんですよで私のね友人も一人そんなこと言ってました「今日国葬だそうだけども俺仕事でさ」って言うんですよで「へえ仕事ってあの仕事続いてんの?」って言ったら「うんガードマン」って言うんですよね「今日現場どこなの?」って言ったら「それがさ国葬の警備らしいんだよ」 なんてこと言ってるんですよ。これはだから国葬に参加してるっていうんですかね。国葬の仕事してるってことなんですかね。うん、なんか妙な事件でした。うん、まあとにかく今日はね、9月27日、安倍総理が、まあ、教団に倒られて、まあ、国を守るためにね、お亡くなりになった日だと思います。まあ、石井幸喜さんもそうなんですけども、中川翔一さんもね、こういった国会議員の方が、まあ、政治活動の途上でね、亡くなられた時ってのは、特に、 まあ暗殺されたりとかねまあその他に類する不信死を解けた時っていうのはまさにこれ国葬でいいんじゃないかなと思いますけどねうんで国葬するとね税金の負担がかかるっていう人もいますけども国葬費用って税金じゃなくて財政出動ですからね国債発行するわけですよだから市場にお金が流れてくるんでそれこそ毎日のように100億円使うような国葬やってくれると国は豊かになると思うんですよどうでしょうかねはいじゃあ以上でございます